王者がさらなる進化を証明した。フィギュアスケートのグランプリ、GP、ファイナル初日、7日、中国、北京、の男子ショートプログラム、SP、は、世界選手権2連覇中の宇野昌磨、25イコールトヨタ自動車、が106.02点で2位につけた。2週間前の GP シリーズ第6戦 NHK 杯のフリーでは、4回転ジャンプがことごとく回転不足と判定された。競技から退くということも全然ある、と困惑しながらも、自身のジャンプを信じ抜いた。冒頭の4回転フリップ、4回転3回転の連続トーループを決め、後半のトリプルアクセル、3回転半ジャンプ、も着氷させた。すべてのジャンプで2点以上加点し、演技後には小さく拳を握って喜びを表現した。さすがのパフォーマンスを見せた宇野だが、ジャンプ以上に表現力を評価する声が上がっている。フィギュア関係者は、NHK 杯でジャンプを相次いで減点されても、優勝した鍵山、優真、選手とは1.84点差だった。それは宇野選手の表現力が進化している証拠、と指摘。かねて表現力を磨いてきた中で、総合力は着実に向上している。2連覇を目指す9日のフリーは、クワッドアクセル、4回転半ジャンプを決めて首位のイリア・マリニン、米国を0.88点差で追う。宇野は、SP の点数は6人全員合ってないようなもの。ジャンプが多くなるフリーは20点以上上下する演技構成だと思うので、面白い戦いが見られるのでは、とにやり。逆転 V を見据えた。